かわいい。電話ボックス使える？違う、押すんじゃない。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年4月3日、金曜日の午後5時0分です。0分言わんでよかったかな。今日は特にお知らせはありません。それにしても今週もあっという間に過ぎた気がします。皆さんも1週間お疲れ様でした。良い週末をお過ごしくださいね。かわいい。あ、そっかそっか、こんな格好になっとったな、そういえば。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。なんだなんだ？あ、私なんか買ったんやったっけね。タヌキマイレージプログラム。よし。何買ったんやったっけ？どれだ？これか。外に置くものやった。あ、電話ボックス。なるほど。ってことはちょっと、あ、なんかそういえば、あの、しずえさんからお花見キットみたいなやつのレシピをもらったけど、なんかこの桜の花びら捕まえれるらしい。ほら、桜の花びら綺麗だな。潰さないようにそっと触ろう。なんかこれが DIY するのに必要っぽい。これによってまた何かしら思いつくかと思ったけど、そんなこともないんか。なんか、その、桜関係の DIY レシピみたいなのもあるっぽいけん、そういうのも誰かから教えてもらったり、思いついたりするんじゃないかなと。びっくりした。壊れた網。くそ。何歌ってるの、ハンナちゃん。おや、会いに来てくれたんだね、だってね。お話ししよう。まだまだ今日はこれからだよね。あんたもそう思うだろ？だってね。もしかしてこれさ、鳥止まらんくなったんかな？いや、そんなことないね。そんなことないね、全然。増えてないんやね。おーい、あゆな、どうした？聞いたぞ、あゆな。お前、今度はトタケキさんのライブをやるってスタイルを始めたらしいな、実際。トタケキさんの曲といったら、おいらの筋トレに定番 BGM なんだ。そうなんや。生のトタケキライブをバックに筋トレできるんだったら、おいら何だって協力するぞ。とりあえず今日のところは、これでも持ってってくれ。なになに？なんかもらった。飾れば島起こしになるし、持ち運べば筋トレになる。万能ダブルラジカセだぞ。ダブルラジカセ？でっかいやつかな。お前の目的に応じて好きに使ってくれ、でっさい。ふんふん。そして私は、どうしよっかな。この辺とかにしとこっかな。あれよね、やっぱり広場には置けんねよね。ほら、広場に物置けんのちょっとやめてほしいことない。だって絶対この辺に噴水を置くのが一番いいやん。どうなんて感じよね。じゃあここに電話ボックスを置きます。よいしょ、よいしょ。なんか釣り始めた。こんな感じで。ん？奥行きすぎたかな？こんなもんか？あ、まあ、こんなもんか。かわいい！電話ボックス使える？違う、押すんじゃない。押すんじゃない。使えんのか。住人は使えたりとかするんかな？さっきなんか誰かおったよね。あ、なるほどね。君か。あ、アイラちゃん！ちょっと聞いて。あたい、イースターの冠にレシピを見つけちゃったんだよ。お、マジで嬉しい。このラッキーでハッピーな気持ちをアイナちゃんにもお裾分けしてあげるね。冠？ってことは今のこの卵の殻じゃないやつもあるってことなんや、パターン。はい、これレシピのメモだよ。あは。っていうか、アイナちゃんっても持ち物がいっぱいじゃん。このレシピが欲しかったら荷物を減らしてまた声かけてよ。あは。あ、よかった。一応くれるんやね、それも。ちょ、待って、とりあえず。あ、出た出た、ウッディ。ちょっと待って。ちょっと待ってね。これでウッディやろ？で、あと釣りなんや。釣りなんやけど、レシピちょうだい？オッケーオッケー。イースターの冠にレシピを取りに来てくれたんだよね。よかった。ちゃんと後からくれるんや。渡してよかった。イースター楽しもうね。あは。で、そのレシピは早速覚えて。ふんふん。イースターの冠レシピを覚えた。さあ、これでまた空きが一つ、できたはず。まだやった。は。空や、空。とりあえず釣り釣り釣り。
この行営はでかすぎかな。いや、でも、どれぐらいの大きさの行営なんかいまいちよくわかってる。なんかもうちょっと小さかった気がするけど、今までの卵が引っかかったやつは。全然来んやないか。さあ、来い。あ、これ来る。いいよ。はい、来たー。よっしゃ、一発。はい、卵を釣り上げた。はい、作ります。ってことで、柵は作った。イースターなラグ。かわいい、このラグ。めっちゃかわいい。夢かわいいよね。イースターなラグができた。そして、イースターなかん、お、作れねえ。あ、こっちか。イースターなランプは作れるんやね。ふんふん。イースターなランプ、作ります。イースターなランプができた。そして、冠は何が必要あと。あと、ウッディが1か。ウッディ1と地面1。ふんふんふん。オッケー。で、ちょっとさっき流れていったやつがめっちゃ気になるんだけど。どこ行ったよ。流れていったプレゼントはもうどっか行った？あった。待て。はい、ギリギリ。え、落ちてった。なになになに。何が？落ちたことによって。あ、そんなのあるんや。ウォーターハザード。風船のプレゼントを水の中に落としちゃった。ゴルフで言うとイケポチャってやつだもんね。イケポチャの無念は痛いほどわかる僕だから、残念賞として代わりにマイルをあげちゃうだろもん。あれやね、なんでも一回は怒った方がいいってことなんか。肩書き、水も滴るドジッコ、タヌキマイル500マイルゲット。イエーイ。イエーイなんかどうかわからんけど。んで、ウッディと地面がいるんよね。じゃ、こっちの方に。へえ、びっくりした。君は、ジャスティン。ウェイウェイ、初めて見る顔じゃん？どうも、俺ジャスティン。チャラ。イケてる魚との出会いを求めて、島から島へと飛び降りてる、イケメン魚コレクターだぜ。え、自分で言うなし。あはは、今の笑うところなんだけど、君クールだね。まあまあ、魚も集めてるってのはマジだから、そんなに引かないでくれよ。なるほど、レックスと同じような感じってことか。俺さ、釣り上手な人たちにお願いして、状態のいい魚を売ってもらってるんだ。釣りの腕前チェックに合格したら、君の魚も高く買い取らせてもらうから、ぜひチャレンジしてくれ。あと、コレクター向けに作ってるオリジナルグッズとかもあるからさ、興味あったら声かけてよ。ほう。まあ、とりあえず今は。そっかそっか、俺明日の午前5時ぐらいまでいるし、まあ気が変わったら声かけてよ。結構長居するんすね。めちゃくちゃいるんすね、島に。穴が全然ないな。向こう側に渡らんとないんかな。こっち側は、あ、あった。でもね、あれよね、普通の化石の可能性も。お、やったね。はい、地面の卵ゲット。あ、よかった、さっき。光る地面掘ってなくてよかった。ちょっと雑草いらねえ。あと、あった。木の枝。はい、確保。で、あと、ウッディのやつだけやね。ってことやけん、これで、斧が作れるはず。斧。あ、てか、花咲いとるやん、家の前の。やったね。はい、斧作ります。しょぼい斧を。どこや？え？なくねえ斧。え？作れんねえけど。石！石その辺私捨てんかったっけ？粘土か。く、紛らわしい。紛らわしい。あ、ってことは、あれか、石は、しまっとるっけ？収納で。違う、収納。で、石。あ、めっちゃあるわ。はい、石。オッケー。
あれだな、道具まで DIY せんといかんの結構、めんどくさいね。だいぶめんどくさいね。家具だけにしていただきたいわ。はい、しょぼいおの作ります。しょぼいおのができた。さあ、あとは、ウッディの卵をゲットするだけだ。おのおの。さあ、出てこい。くっ、出てこいよ。卵、卵、卵。何？ミノムシかなんか？あ、違う。違う。資材が一個出ただけやった。卵を出してください。全然出ねえ。あ、出た。おお、三つも出た。三つも出たよ。やった。あ、地面の穴こんなとこにあるやん。超近くにあった。そう、絶対近くにあったはずって思ったんやけど。違う違う。よし、これで。ふぅ。やったー、これでイースターの冠。はい、できたー、イースターの冠ができた。ってことで、これをかぶろ。イースターの冠。あ、めっちゃかわいい。いいね、いいね。よきやね、よきやね。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、服とかは別パターンないんかな？なんか頭だけ別パターンあったけど。可愛いけど、私は卵の殻の方が好きかもしれない。